東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？3位ロアッソ熊本はホームでジェノファ山口 FC に 1-2 で敗れ、今季初黒星を喫した前節清水戦 0-2 に続く2連敗となった。山口は前節讃岐戦 1-0 に続いて2連勝、昨季の J3 王者が J2 で初の連勝を飾った。立ち上がり早々の前半2分、山口はミッドフィルダー福光隆の右足ミドルをゴールキーパーが前にこぼしたところにフォワード中山雅人が詰めて先制点。今季鳥取から完全移籍で加入した中山の J2 初得点となる移籍後、初ゴールでリードを奪うと、前半アディショナルタイムにもゴール前に抜け出したミッドフィルダー島谷や角里のシュートがゴールキーパーに引かれたこぼれ球を中山が押し込み 2-0 と突き放した。熊本も後半1分、フォワード清武幸輝の左フリーキックにフォワード平重隆一が飛び込むと、ゴールキーパーが引いたボールが平重の背中に当たって跳ね返りゴールネットを揺らす。後半立ち上がりに1点を返すと、直後の2分にもミッドフィルダー島田慎太郎の左クロスに平重が左足で合わせたが、ゴールキーパーの好セーブに阻まれた。勝負を決める3点目を奪いたい山口は後半32分、右クロスのこぼれ球をミッドフィルダー星雄二がヘディングで狙うが、ゴールキーパーが鋭い反応で弾き出す。それでも守備陣が最後まで集中力を切らさず、そのまま 2-1 で逃げ切った。山口は J2 昇格後初の2連勝。熊本は前々節長崎戦 2-0 後に単独首位に浮上したが、その後ホームで痛恨の2連敗となった。